江戸川区に来ております。めっちゃいい景色ですね。いい景色。いつも東京に行ったら必ず行く本屋さんがあるんですが、そこに向かっておる途中です。久々に行くのでちょっと駅を間違えて4キロほど歩かないといけない状況ですね。めちゃくちゃ読みたいっていう本があれば買おうと思ってるねんけど、あんまり荷物を持ちたくないのでできれば買いたくないですけど、本屋さんの人がいつもめちゃくちゃ本をおすすめしてくれてプレゼンしてくれるので、ついつい読みたくなってしまうので、もしかしたらまた荷物が増えるかもしれないですね。読書のおすすめです。知る人が知る、知る人ぞ知る本屋さん。はい、栗ご飯とかありがとうございます。いただいちゃって、だってタイミング良すぎなんだもん。さあ僕はおかわり食べようかなと思って。まあ早朝なんだけど。ありがとうございます。いつも行きつけの本屋さんに来ました。知る人ぞ知る本屋さん、読書のすすめさんですね。こんにちは。こんにちは。あ、こっちに映ってんだ。こんにちは。全然わかんない。いいね。いいね。ようこそ。ようこそ。素敵な本がいっぱいあります。なんか予想らしいな。いや僕もこうカメラ向けた瞬間、あれさっきの感じと違うって思って。どういうリアクションすればいいかね。慣れてない。ありがとうございます。ごちそうさまでした。本屋でごちそうさまでもおかしい。あ、おかしいですね。サンマの美味しい食べ方知ってる？こうやるんだよ。右目は生の食べ方。美味しい食べ方。それあれですか？骨取りやすいやり方ってあるの？そうそうそう。こうやって上から潰して。これは永久保存前。上から潰してここに大根を塩、はい、落としの。頑張ってますね。でレモンも知ってる？みんなこうやって絞るじゃん。はい、こうやって、はい、でこれじゃダメだ。こっちの。あ、そうなんですか。今近現代史を書いてる。こっちのね、美味しいので。関東寿司さんっていう作家さんがいるんですよ。近現代史専門の。その方が編集者自体、こんな話をさかのぼったら関東和寿司は教えられる。そんな立てて。そう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 。このまま。押したっていいんですか？それでこう行くんですか？うん、もっとガーッと、もっとガーッと、うん、骨まで全部いっちゃうで。あ、骨も食べれるんですか？食べるの？はこう行くんですね。そう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 。こっちの方が果汁が、もち煮がうまいですね。うんうん、さっきの出店、うん、田中角栄、うん、うまい、うん、この近所にさ、